え、どうなんだろう、うん、俺が聞いたのは月の給料が10万いってない人とか。いってないはないだろ。じゃあ未成年は入んないのか。10万円以上減った人は30万もらえる。30万から10万になったらしいですね。あー、今日 T 社君ちなみにご飯食べましたか。おでん。おでんの量は夜飯でおでんって食べます、うん、食べるね。おでんのみじゃないけどね。おでんのみおでんでどう飯食えばいいんですか。飯突っ込めば。そういうことするの。おみみってしますね。それするってことは多分だけどカレー食うときカレー混ぜそう。ねえ、なんでわかった。準備 OK だ。やばえ、カレー混ぜるのはいいけどおでんにご飯突っ込むのはやばいよ。でもああ考えたらやばい。タモさん、もともと1世帯30万だったんですよ。でも1人当たり10万円支給って書いてて、うん、1世帯って書いてないんですよね。でも聞いたのは1世帯30万プラス子供の数でプラスで変わるみたいな。ビッグダディやばいやん。ビッグダディ100万。やだ、おみみつこむやなら。うちらで奇跡起こすんだよ。無理だろ。なんでだよ。おみみやばいな。なんでですか。おでん、俺食べ方ね、綺麗な人がいいな、やっぱりな。ジョニーさんとかご飯とか手で食べないんですか。ジョサリもちょっと汚いとこあるからな。たまに言うけどちょっとやめてって。 あと姿勢が悪い時とかはいや、それダメっていう。え、やば、めっちゃいる。やばい、ゴスティングじゃねえかよ。誰か裏でこれドッキリやってる。タモさん、俺の好きめでくださいよ。めっちゃ金玉よ。知りました。すいません、それマジでさ、当たり判定でかいからね、そのスキン。なんだその動きは。なんだその動き。お前今下ネタだと思ったのかお前。ふざけんじゃねえよ。なぜだこいつは。昔の俺だったらやってると思うけど、今はもう無理です。私はそんなことはできないんです。もうえ、タモさんこれみんなもらえるらしいです。え、でももらえるんですけど、お金が入るのは世帯にして。みんなもらえるならよかったよ。お耳はもうバイトやめれるじゃん。いや、一応お仕事なんですよ。あ、もう正社員なの。ちゃんと正社員ですよ。一応高校卒業したんで。あ、もう高校卒業か。だじゃないですか。え、そうなの。知らなかった俺は。え、おっさん、左のキノコ食った方が良かったんじゃないですか。あ、それヌメモにやるわ。違います、オミミス。オミモンだ。オミモン。オミモン誰。オミモン。どっちでもね、対応できるんで、素晴らしい。そしたら、その10万円みんな何使う。10万円課金します。やばっ。嘘っすよ、嘘っすよ。さすがに普通に親に渡すかな。あ、でも登録者買うかな。登録者買うって本当にあるんですか、そういう。あるあるある。えー、タモさんはぶっちゃけ買ったり。買ったことねえよ。だって買っても結局再生に繋がんないじゃん。ね、ないじゃん。昔なら意味あったかもね。あの登録者の数で案件もらえるみたいな。登録者が指標だったけど、今は再生数とか。まあじゃあ逆に今10万人いったらあれもらえるじゃないですか。あ、銀盾。10万人まで増やして銀盾だけもらって銀盾を売るみたいな。あれ俺動画で見たけど300円とかだったよ。まあでもね、今な10万人って結構さ、すぐいっちゃうもんね。昔ほどのね、価値が。まさん、10万人以上のあの印みたいなあるんですよね、多分。あるね、あのピューディパイとかだと。ダイヤのやつとかね、すごいよね。ルビーみたいな赤色のやつよね。いや、どういうことそれ。日本って借金まみれなんすよね。それはまあいろいろ説があるよ。あーで借金まみれかわい。ろくでもねえな。日本って本当はするだけの。ちょっとマジですか。家族の10万全部奪ってフォートナイトに課金しよう。スカイン10万だろ。キューディパイのチャンネル登録者数のボタンのやつ、関連動画に日本一の YouTuber ヒカキンとキューディパイと、あとオフ会0人のあのシャムさんの人生比較してみたっていう動画。なんでここにシャムさんいる。いや、シャムさんもすごいけど。あそこで引退したからこそ動画の価値が生まれてるよね。復帰しなくて後ろ全然いてほしかったな。怖い怖い怖い、そんな上だと。やばいってマジで。やばい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 。どうしよう、10万円か。今何人います。7、俺にください。70万ってお前何すんだよ。100万円使ってみた。70万じゃ100万円使えないじゃねえか。ラブリズチってそれさ、リズ君にやってって言われたの。いや違うよ、普通に。マジか。なんか好きなんすよね。その言い方なんなの。まず顔が好き。まあ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 、まあ、うん、プレイも好きですし。プレイも好きだし、プレイも好き。プレイも好きね。笑った時のあの、はい、ね、大福が伸びたような顔が。じゃあ今夜リザートに告白されたらもう付き合っちゃうと。まあ考えます。考えるあの曲なんだっけ、鬼滅の刃じゃねえ、なんとかしてね。ねえ、もうさ、ここにピン刺してませんでした。刺してないです。絶対刺してた。刺してないじゃん。分かった。
った、この赤いやつがピンと見えたんや。これね、まずこれはエピックが悪いな。エピックのせいで私のクリエイターサポーター無効化になりました。ブラックリストや、ブラックリスト。本当になんかブラックリストに入ってそうで嫌なんだよな。うちがコメント見た時に高木くんのコメントが1919になってたから、グッドのところがちょっと複雑な気持ちになった。なんだその話は。お前のその話聞くと複雑な気持ちになるよ。なんかリズチフェルノっていうやつがあるんです。何それ、リズチインフェルノ。見てみようか。じゃあリズアートがこう暴れているっていう。リズアートって本当大福みたいな顔してるよな。すごいよなこれ、豆大福だよな。汚ね、口の中見せられるのマジでやだ。わかんですよ。マジで俺本当に不快な気持ちになるよ。やめて。あと人のお腹、毛が生えてるのお腹見るのは好きじゃない。アリケン。あとアリケンの足は汚いから好きじゃない。俺のクラスにいるめちゃくちゃ汚い。なんでだよ。昔俺がペガサスのことはあんまデブじゃないのにデブデブ言ったの懐かしいな。俺それのおかげでデブキャラ定着したから。ペガサスはでもそこからなんか痩せた気がするけどね。あの時デブでした。でもちょっと太ってなかった。あの子がイメージはあったかどうかを。手伸びるからじゃない。伸びました絶対。手伸びたからじゃない。謎理論。手が伸びるからなんか縦にちょっと長く見える。伸びる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことはないです。ブルータスのミニガン取り行きましょう。ブルータスのミニガンがダントツで最強だと思うんですよね、俺。あとグラップラー。結構使ったことあります？あるけど、なんか、普通のミニガンとなんか関係あるんだ。ガッチリっすか？全体的に、ミニガンの上部感って感じです。もうミニとかずっとそれ使っといたらいいじゃん。当たるかな？いやいや、ミニガンとか適当に撃ってるだけで当たるっしょ。いや、なんか、エイムアシストのことでめっちゃ荒れてるけど、うち全然役に立ってないよ。ただ今日、パッと。タモさん、何？俺分かっちゃいました。どうした？次のシーズンどうなるか。何？次のシーズンどうなるかっていうところだけ言いますね。タモさんと言うけど、エージェンシーの地下に、ドゥームズデイデバイスっていうデバイスが置いてあるんですよ。そのドゥームズデイデバイスっていうのは、終焉の日みたいなのがあるらしくて。乗って。で、敵来てる。そのデバイスをマイラスが起動することによって、このマップが全部壊れて、また新しいマップになるんですよね。これであの、昔のティルテッドタワーとかあそこに隕石が大量に来て建築が0個になったのを覚えてます。あの溶岩みたいのも出た。そうあの時にタワーの中に保険会社が建築されてたんです。保険会社の看板がついた建築が隕石が落ちる1個前のアップデートで来てて、でその大量に隕石が落ちた時にその保険会社の建築だけ壊れなかったんです。要するに今チャプター2のレイジーレイクの家とかもう保険会社の看板がついてた時期があったんですよ。なのでズバリルームステイデバイスでマップが全部壊れた時にその保険会社の看板がついてる家またはその町の名前壊れずに残るんじゃないかという考察。これはキャプテン翔太の。うわぁキャプテン翔太じゃねえや。頑張ったね、キャプテン。エージェンシーの海の周りにある、新しい建築じゃないですか、その中に。その中を、リプレイしようかな。何しよう。あ、てか、タモさん、エピックアイに変えてくださいよ、早く。早く、タモ。バッキュー野郎、どこ行った？いた。あ、ジャンパーもあるな。タモさん、後ろ。あ、もう分かりきってるわ、お前。お前のパターンがもう見えた。まだ敵近くいる？コンポタージュのうまい棒が好きです。なるほど、君、本当に話が通じないね。待って、敵来てんだけど、ファッキンビッチがよ。そんな、ブスな顔でさ、投げキスしたって何も変な。俺たちそういう関係でしょ、でも、この矢。ああ、いいよ、じゃあ。おーい！たまにはうまいっすね。待って、敵いるわ、これ。まあそういうこと。今の誰も見てない。ああ見てないっす。あと一人いるの。あ、ここやん。これじゃないの。違うわ、冒険。お前敵が見えねえのか、お耳は。全員。おい。待って、敵後ろにいるよ。いた。目があった。目があっただからポケモン勝負かよ。だって攻撃してこないんだよ。絶対死んだ。何してんの？ニータの呼吸1の方にやられました。止まってるこいつ。でも、リブート回収するには2発100撃このやつ。いや、クリップ取られた。え、なんで強くね。
そもそも取られた。ミートの呼吸すげえ。あーもうね、俺とペガスがいなきゃ勝てないでしょって。突っ込まなければ勝てると思うんだよな普通に。やります。正直スクワットだったら突っ込まずにやれば。同じこと言うなよお前。これ同じこと言いたいんだよな俺と。やっぱりかっこいいからさ。